あ、なんかぼやけてる。なんでぼやけるの？動いたらぼやける？あのね、色紙を書いてて、これなんだけど、これは白紙、これがしずくちゃん、これもしずくちゃん、これはナチョの下書きがあるんですよ。で、これを今日もう一個ぐらい一から書いて、ここら辺は何か線が描きたいなって思ってて、こんにちは。でね、コミケ来る人ここにいるか分かんないけど、誰描こうかなと思って、顔を見せて、嫌だ、嫌です。見て、かわいい、見えない、ピントが合わない、かわいい白クマのシャープペン、これね、昨日一回全体に描いて消しちゃったんだよね。有名実況者になります。猫の手じゃない、そうだから、これ私の手じゃないの、私の手じゃないからね。ねえ、電気が後ろにあるから私の影がこう映っちゃうんですよ。あ、髪の毛映った映っちゃうんですよ。だから色紙こう書いてるときにここが影になっちゃうのは許して、見にくいかも最初は。美しいキーボード、キーボードいいでしょ。ちょっと水飲んで。スイちゃん描きたい。いや、でもな、しずくちゃんがやっぱみんな欲しいか、なんか、なんだっけ、あのお正月に着てる服、違うな、お正月服なんか違うな。消しカス、もういらんな。これ前回ボツになったしずくちゃん、てかインクがなくなった。めっちゃ欲しい。いや、インクがこれ黒で塗りつぶしたかったんだよ。けどきつくて、で青もなんか、いやもうこれインク足りないわと思って、無理だわって思ってボツにしたの。で前回結局色鉛筆だけだったっけ、あ、簡単には塗ったかな、コピックで。なんかほとんど色鉛筆だけでやった、平和だった。そっちの方がボツだからこそさらに。これはペンの試し書き用。
なたはあなたが描く小さな猫のボールの生き物のぬいぐるみを作る必要があります。ヘンニャノのこと。ヘンニャノのこれ、ヘンニャノ、ヘンニャノ、この子欲しい。いや作りたい、作りますよ絶対。作りたい、私も欲しいもん。この子はねぬいぐるみにしたい。でもなんかぬいぐるみ系は時間がかかるっぽいので、いつになるかわからん。やべ、くしゃみ出そう。よいしょ。あやばい、変な方向向いてくしゃみした。心臓が痛い。VTuber デビューない。なぜ名前はしずく？なんでだろうね。もう何年も前だ。なんか水色の子ばっかり描いてて、みんなで決めた。世界一番可愛い、ありがとう。なんか自分でもしずくちゃんが本当に本当にね、自分の想像以上に好きな人が多くて嬉しい。本当にみんな、なんだろう、しずくちゃんの方が伸びるんだよね。でしずくちゃんの方がみんな欲しいっていうの。かわいい、ありがとう。あ、で今回の冬コミの表紙をナチョ猫としずくちゃんに、しずくちゃんにしようと思ってたのよ。けどなんかデザインしてて、デザインしてくれる人と一緒に見てたら、なんかしずくちゃんだけの方がいいなってなって、あのメイドのしずくちゃんが今回の表紙になる。いたずら？おやすみ。バイバイ。おやすみ。バイ。Bye.